ミッキーの大演奏会は、ウォルト・ディズニー・プロダクションが制作したアニメーション短編映画作品。ミッキー・マウスの短編映画シリーズの一つであり、同シリーズ最初のテクニカラー作品である。このことは、ミッキー・マウスレビューでも紹介された。ミッキーと仲間たちが集まり屋外コンサートが催された。観客たちの大声援のもと、演目、ウィリアム・テルジョ曲の演奏が始まった。 しばらくは優雅に演奏が行われていたが、舞台に噛んだ妙な声が響き、アイスクリーム売りのドナルドがやってきた。ドナルドは、懐から笛を取り出し勝手に舞台に上がり込んで、ギャロップ調の行進曲からつなげる形で、オクラホマミキサーを演奏し始め、ミッキーの演奏仲間たちはそれにつられて気づかず、演奏してしまい、コンサートはめちゃくちゃになってしまう。 怒った指揮者のミッキーは演奏中にもかかわらず、ドナルドの元に歩み寄り、ドナルドの笛をへし折るが、全く悪びれないドナルドは何度も手品で新しい笛を取り出し、舞台に座ろうとする。ミッキーの演奏仲間たちは、オクラホマミキサーをそのまま演奏し続けたことで、ミッキーは慌てて、指揮台に戻り、指揮棒で譜面台を何度も叩き本来の演奏に戻る。それでもドナルドは、 手品で新しい笛を取り出し、オクラホマミキサーを演奏しようとしたが、直後にトロンボーンを演奏する、ギデオンゴートによって舞台から追い出されたドーナルドは、ギデオンに対抗して、舞台の外から笛で演奏するが、舞台に急に飛んできた蜂と喧嘩し、その蜂がミッキーの頭に止まってバカにされたことに怒って、蜂にめがけてアイスクリームを投げる。は機一発のところで逃げ出し、 アイスクリームはミッキーの頭をかすめ、ミッキーは怒ってドナルドの方に向き、ミッキーの頭をかすめた。アイスクリームはパディーピックのトランペットにぶつかり、怒ったパディーはラッパについたアイスクリームを飛んできた方へ吹き返す。そのアイスクリームが誤ってミッキーの頭に当たり、背中の中に入ってしまい、ミッキーは肩を揺らしたり、尻をフリフリする。ミッキーの演奏仲間たちは、 ミッキーのその動きを演奏の指示と誤解して変な演奏をしてしまう始末。なんとかアイスクリームを出したミッキーは慌てて指揮棒で譜面台を何度も叩いて本来の演奏に戻る。そして演奏が第二部嵐に差し掛かった頃、今度は竜巻が発生して演奏はさらにめちゃくちゃになってしまい、ドナルドと観客も逃げ出す始末でついにはミッキーたちも竜巻に、 巻き込まれてしまったが、ミッキーたちは竜巻に巻き込まれていることに知っているにも、かかわらず、それでも、最後まで演奏を続け、フィナーレを締めくくる。ところが、気づいた際には、観客はドナルドだけで、それを茶化すドナルドは、またしても笛を取り出して、独奏を始めるが、それに怒ったミッキーたちからの品種を買だったが、ドナルドは全く気にせず笛で独奏を続けた。ありがとうございます。